大内恒平ひ一人妄想にふけること軒並みに逆さクラゲの安旅館が立ち並んだこの一角はちょうど S 駅南口前の都心と西街道の三多摩を結ぶ青梅街道の始まりから。 ネオンの屋根屋根を見下ろせる位置にあった改札口の辺りの街道の大通りが立橋になって線路の上をまたぎ高みになってせり上がっているからだ日中はトラックやジープが乾いたアスファルトの上をひしめき流れているのが頭の上に見える夜は黄昏時から客引きのパン助が人形みたいにその立橋の手すりに並び 黄色いい声で呼びかけているそうして客を拾うと急勾配のコンクリート階段を降りて人外と小便の匂いが立ち込めた暗いガードをくぐる道を特約のこの辺りの旅館へと連れ込んでくるのだ終電車も終わった夜更けにはもはや駅の近くでは客がかからないからあぶれたパンスケたちは吹き通しの寒い風を避けガードの辺りに下がってくる。 おじさん、種入れなくていいからうんとそば大盛りにしてよ。などと屋台の品そば屋に行ってできるまで不老者がパチパチと燃やす板切れに当たり凍えた頬をさすったりジルバの足取りをやったりして時を過ごすママ人影が見えだすとさっと一瞬の緊張を見せそれがアベックだとがっかりして背を向けてしまうあれパトロールだよ 行けね、とパッと四方に散る時もあったこうした界隈だから旅館も閉めるのが遅く夜中の3時4時まで玄関を開いているガード向こう一帯の S 町繁華街のバーやアルサロの客が女給連れで泊まりに来たり酔っ払ったところをパンスケのカモにされ「お風呂まだある」 加え込まれたりするからだ。そうした一軒の「忍別館」と赤い明かりを灯した家の帳場で番頭の畔田弥一郎が座布団を折って枕に当て火鉢の腹を抱えるようにして寝転んでいた忍の主人のおいでこの家を任されてからもう5年にもなる一応責任者らしく采配を振るってはいるが 実態は名義人なだけの至って解消のない男だった四十近くもらっていまだに世帯を張る気力もないそれでいて人並み以上に飲み食いや色気だけは盛んである場所柄時折パン助の目ぼしいの西絡み塗格のごたごたを起こし女の紐のよたものなんぞに因縁をつけられては帳場の穴を開けて青くなっていた その旅ごとに怖いおじから。バカ野郎、一体いくつになったら目が離せるんだいっぱしだけは持ち合わせてやがる。注意してるように、ここの営業には特に札がうるせえんだ。責任者からして風紀満たしてて、店が持つかよ。と、怒鳴られるのだ。こんな風だから。 シーツを盗まれたり、寝巻きをくるんで逃げられたり、ちょいちょい気を許しては失敗をする。ひどい時は、客が帰ってから部屋の片付けに行くと、布団の衣を剥がれて、綿くずの山が、しらじらと隅に積まれていたこともあった。はーい、お客様。お二階のおしどりにお通し。はい、いらっしゃいます。どうぞこちらへ。 おい、ご案内だよ。女中の声に客の風呂を見分け部屋の割り振りをつけて送り込んでいくお給計200円の階段下の三角部屋からご一泊1800円の二間続きの洋間までごちゃごちゃと廊下を挟んで建てられていたおいどうだい今の客は女はどうしろだろう。そうねえ でも慣れてる。財布預かって払ってたわお部屋入る前にトイレどこか確かめてた案外だな野郎は閉じだ秘書かタイピストってとこだなタオルを運ばせに戻った女中とすぐ弥一郎はこんな話をしてにやついていた「根が好きなたちだから日夜客の送り迎えをしていながら」 秋もせずにそんな関心だけは絶えなかった毛色の変わった客がつくととかく空想を巡らして目がさえてくるそれに今日の弥一郎は特に秘められた予定が立っている身なので殊更に胸がときめくのだった世間やエロ新聞の噂によく宿屋の番頭が客の忍び声をテープレコードに盗み取るという話がある たまに八一郎も客から「そんなことがあるのかい?」と直接に尋ねられた覚えもある「もちろんとんでもございません」と断りを言ってはきたがそのうちに「度重なる」につけむらむらと「どんなものだろう」「やってみたらうまくいくものかな」と好奇心を燃やし始めた次第だったそこへ持ってきて付近のゲップ販売の電気器具屋の店員が テープレコーダーも入ったカタログを散らしてきたからたまったものではない火に油とはこのことだろうどうにも耐えられない購入欲をそそられたのだ立ちどころにお客様に天気予報のラジオを録音してお聞かせするのだなどとまことしやかな言い訳をして頭金を払って一番安いのを申し込んだものだ それが明日には届いてくる今のおしどりの客などに仕掛けてひそかに六つごとなど耳にしたらさぞ面白かろうと思うにつけもう鼻の下が緩む心地の弥一郎だった驚くべきささやきのこ,とこれが保証書です。 1>, 1年間はどんな故障でも無料サービスでお直しします販売係がこう言いながらパチリパチリとスイッチを切り替え飴色のテープをくるくると回したり逆回転させたりして八一郎に見せる飲み込みの至って悪い男だから弥一郎は何度も使い方を教え直してもらってまだ不安そうだったお分かりですかじゃあやりますよ。 とと、巻き戻したテープをかけるともうちょっと曲がらないかよ。なあいいだろう必ず月々きちんと払うからもう2000円ぐらい我慢しねえが。などと驚くほど大きな声でさっき機械を前にしてねぎった彼の声がスピーカーから流れ出した弥一郎は生まれて初めて聞く落ち着きのない自分のキーキー声に 失望したり、たまげたりして、方をほてらせた。そうはまりません。何しろ製造メーカー直下,下ろしで、お値段は至って勉強してございますので。続く、はぎれの良い相手の声に。わかったわかった。もういい。もらうから。と、直に答え、録音を止めさせて引き取ることにした。ね。 マイクロフォンから軟弱ぐらいまで取れるんだいはあこれはお値段のわりにとても高性能のマイクでございますからこうして最大に増幅してお使いになれば3 4メートルまでよく入りますあたりが静かですと驚くほど細かく取れますおお、静かだと細かくねじゃあコードは長くしといてくれよ ごくりと生つわを飲む思いがした女中たちにも見つからぬように唐草模様の布団の大風呂敷に丸め込み戸棚に隠し込んでおいた時折取り出して実験してみるとなかなかよく録音が取れるマイクのすぐ前でもみ手したりピチャピチャ腹を出してたたいてみたり変なため息をついてみたりするとテスト成績は上々である。 あれあれ、ひーと極地の叫びをやってみているとき、驚いた女中が飛び込んできて。ヤっさん、どうしたのと尋ねられ、慌てて機械の上に風呂敷をかぶせ。あ、な、なんでもねえ。ノに、なんか、詰まりやがってねえ。などと苦しい弁解もした。いざ。 実地試験の段取りになった。隙を見てはいろいろと部屋を変えてやってみるとどうも日本まではうまくいかぬ兄弟の下にマイクを配線すると至って感度が悪いそれに下手に兄弟の位置を変えられたら露見する恐れもあるあんどん型のスタンドの中花瓶の裏さては鴨居の投げ石の間とやってみたが枕に遠い。 ギシッといたずらに部屋のきしみばかり響いて肝心のところがさっぱりだめマイクは小型だがコードが畳を張ってはどうもうまくゆかないかくて耐えざる努力と創意を積んだあげく二階用間のダブルベッドの枕の下に装置する運びとなった人間の執念は恐ろしいものマイクのコードを ベッドの下に潜る壁の隅から、ドリルで小穴をうがって天井を通し、長場の戸棚へ導く大工事を、密かに武将者の八一郎が完成した。ええー、いらっしゃいまし。あいにくと妖魔で。よろしゅうございますか。ええヒヤシンスご案内。ヒヤシンスとはその妖魔の名だ。 聞き応えのありそうなアベックはみんなヒヤシンスヒヤシンスと夕方のお休憩の客から送り込んでしまうどうしてあの部屋ばかり進めるのかと女中たちがたちまちイり始めたこの頃のお客さんは様式の方が気分がいいもんだ観光協会のパンフレットでも業者にそう勧めてるぜ何事もサービスおめえらも心がけときな そのせいか、月末土曜日のサラリーマン客の多い番などは「ヒヤシンスヒヤシンス」で夕方から3本もテープを取った風呂から上がりバタバタと2人のスリッパの音が頭の上の廊下を渡りドアを閉じて内鍵をかける頃弥一郎はにやり会心の笑みをたたえて立ち上がり戸棚の影のスイッチを入れる。 くるくると風車みたいにリールが回り2階のひめごとをすすったテープが怪しい静寂のうちを流れていくいつも翌日の昼ごろになって成果を聞くことにしていたそのころがこの辺りの旅館の一番暇な時で女中たちも買い物に出たり昼寝をしたり悟られる心配がないからだった 大体パンスケ相手のなどは実感も薄く迫力もないまたあんまり若い威勢のいいのはギクギクベッドばかりきちってあっけなくそのものズバリで雑音も多く環境に乏しいさりとて中年以上同士のあべっく者は互いにくどくどと家庭の事情を述べ合ったり訴えたり詰まるところは金のことばかり言い合って 浅ましくも愚痴っぽくてしびれが切れるこうした客たちの生態を経験を重ねるにつれて黙って玄関から入る刹那を一目見ればピタリ読み取れるまでになり始めただがまれには失敗話もある見るからに太陽族の怒られたやつらをお給警に案内してあとで録音を聞いてみたら構えしねえシーツでくいちまえ おい、それからな。灰皿と石鹸がめっちまえよ。隣の部屋見てみな。ラジオねえかちゅ、鍵がかけてあんのか。ケチなドヤだな。なんて驚くべき囁きが聞こえた。慌ててみても後の祭りだった覚えもある。また、たった一度だったけれど。ここの番頭。 本当にすけべったらしい男ね。私のこと嫌な目つきでジロジロ見てんの。あんたたがかかなかったととんでもない悪口が聞こえギョッとして辺りを見回したことさえあったご存じのようにテープレコーダーのテープは何度でも音を消して使い直すこともできるしまたそのまま半永久的に録音を保存することもできる。 消してしまうには相席よくあたわざる一品だけはひそかにいいとこだけを編集し抜いてリールにまとめて食べておいた時折かけてみると次々にその客たちの顔服装の記憶などがスクリーンに鋭じるようによみがえってくるさらにはその2人がヒアシンスの部屋狭しとばかりあられもなくもつれ乱れる地帯までがトーキーみたいに浮かんでくるのだった 弥一郎は普通の枕だとどうも身もだえる時のもみ殻の音が入るので特に冷やしんすのはスポンジ枕にして雑音のない効果に悦に行っていたまた忍別館に着付けの客の時は毎回丹念に取り続けて連載小説でも見る興味でつないでみたりその日々によって違う体位や男女別の思考の相違など 比較検討してみたりするまでに研究が深められていったとある晩のことそのうちの一組である宿帳にはいつも「幾よしお30妻鈴二2四と記す2人がまことに深刻な話題をひそひそ声で交わし始めたのだった「妻」と書いたってもちろんそうかどうか確かめるのもや暮な話である 夫婦者が何を好き好んでここらの連れ込み旅館に来るはずもあるまいまた本名を真面目に書くバカも千に一人とあるものでないねえどうしましょうもうダメだわ女は部屋に入るや否やサメサメとすすり泣きし始めたのだそんなこと言ったって今更しょうがないさ冷静に考えよう じゃあ知らないって言うのひどい。あんまり責任がないじゃないのさ。バカ言うな。そんな俺じゃないさ。でも、本当に間違いないのか。悔しい。あんたがこんなにして白っぱくれるなんて、ひどいじゃないのよ。これぐらいの会話なら、取り立て珍しがるほどでもない。暴力に訴えて、 泣きわめいて抵抗するのを無残に女を奪う凄絶なありさまなどちょいちょい耳にしている弥一郎だ。ところが昨夜のそれは、ついに聞き捨てならぬ防儀に入っていったのだ。じゃあどうするどうするって、このままには行かないもの。あんた、始末してよ。うーん、そうか。 よし。俺が殺そう。でも初めてだ。覚えもない。どうやって殺したらいいのだろう。刃物ではいや、危ないからよせ。下手するとこっちも怪我をする。やっぱり、そっと毒でやるこったな。テープを聞きながら、ぞーっと身の毛がよだつ思いがした。 この辺りの旅館街にはしばしば凶悪犯が流れ込み地元署から手配写真が回されてきたりする客に不審があったら速やかに届け出ることになっているが弥一郎は未だかつて協力できたこともないルーズさだった叔父の忍本館の方には帳場に何枚ものそうした表彰状が三たる金務地額に納められて飾ってあったしかしなあ 人の血が通った奴を殺すとなると、毒だって欲よく,よくのものでないと苦しむだけだろう。ええ、いっそ刃物でゾキリとやってしまうか。し、そんな大きな声、聞かれたら私死んでしまうわ。あんただって思っても歩けやしない。まだそう慌てずに、ゆっくり計画的にやることね。 どうせあの人はまだ帰ってこないんだから確かに俺が悪かったこの償いは責任持って俺がやるよもう何も言わないでくれ二人の声がプツッと耐えたいつもと違って互いに突き詰めた感情に追い込まれているらしくさらに何する気配もない ジョージなどを交わす心地には到底ならない苦悩にもだえるらしく深いため息ばかりが伝ってきたどうすりゃ一番手っ取り早いかなこのままでは取り返しがつかない身の破滅だいい世の中の笑いものになるしくじれば家のものもたまらないしなどうだろうひとつ一切打ち明けて相談してみたらどうなんだろう いやいや。誰にそんなこと相談するのよ。まさかあの人じゃないでしょうね。そんな思いするなら、死んであんたを恨んでやるから。よせやい、あいつにじゃない。どこか適当なとこで、どうやるか、始末の方法を相談に乗ってもらおうとしたのさ。金なんかいくらかかったってやむを得ない。じゃあ、 また明後日ここで落ち合おうよ必ずだぜこうやって二言と三子と言葉を交わしまた不気味な沈黙に閉ざされてゆくあとはまた長々とため息とすすり泣きが聞こえ一貫のテープが尽きてしまった「警視総監もののこと」。 そのあくる日の夕刻のことだ。宿帳では鈴みとなっているあの女から。あの、ぶさんですね。いつも上がっているものですが、うちの主人の行くという人が来ませんでしたかじゃあ、これから来ます。そしたら、今夜は来られない。お客が帰ってくるといけないからって断ってください。 という、慌て声の公衆電話がかかってきた変な話だし意味ありげだマスクに黒街灯の襟を立てたくはややあって玄関に出てきたがこのことづけにムッとした様子で確かにそう言ったんだね客が帰るといけないってふん <laughs> 本当かなよし 行ってみようと後をつぶやくようにあたふたと通りに身を翻したどうやらさっきの女房なる女の家にこれから行ってみる気配である弥一郎はただならぬ予感を覚えてふらふらとトンビを引っ掛けハンチングをぶかにして後を追った幸い乗り物にも乗らずぐんぐん映画館の前を抜け S 駅の反対側になる東口の雑踏を通っていく 柏木のほの暗い郊外線図いの住宅街のほうへ入り始めたこの辺りにも S 腸に頼って生きている不老者の巣があるのかなぜか大きな板切れをボロ切れに包み小脇に抱えた肩まで髪を垂らしたやつがよろよろとあてもなくさまよったりしているいくなる男はとある黒塀で囲った平屋の前にたたずみ パンパンと手を鳴らして電柱に身を潜めた。やがてガラリと格が開いて。あらあんた、確かめに来たのね。相変わらずしつこいこと。ふん、何言ってやがる。どうして来ねんだ。あんなたねえ旅館で恥をかいたぞ。女に待ちぼうけを食うなんていいさらしもんだ。 怒らないで。約束はしたけどこんな時間からじゃヤバいじゃないの夕方の特急でよく帰ってくるもの出てきた女は紛れない鈴みだ粋な茶葉りに素足に草履を突っかけているなんとなくくろうとらしい感じに見えたなんとなくくろうとらしい感じに見えたきったねえ旅館とはご挨拶である よし。帰ってきてもたもたしてちゃどやらいことになる。早いとこ退治しちまおうや。ほんとよ。早くして。殺しきっちまわなきゃ寝てもつけないわ。女の瞳に闇が光った。これは捨てておける話ではない。驚いた八一郎はそっとその場を逃れ、折よく駐車していた自動車に隠れて、 その横丁から抜け出して行った。語呂合わせのようだがそばのそば屋に入って天ぷらそばを取り調子も注文して探偵みたいに尋ね始めたなあおじさんそこの横丁の左側に兵ヶ濃いの下田屋があるねちょいと踏める女がいるあれはどんな人だね <laughs> 旦那お面が早い二号さんですよ何でも鉱山かなんかやってる黒岩大蔵っていう相撲取りみたいな親父さんの麗子ですがね荒木町で芸者してたらしいやっぱりねでその黒岩って親父はいつも入り浸っているのかい いやいやよく旅行しますね。やはり山の方が忙しいんでしょう。おお。であの女は浮気なんぞはしてねえのかな。えらく就寝ですな。やはりお面が高い。通の方はすぐわかりますかね ちょいちょいひもらしいおとこがこのあたりうろうろしてまちあわせたりしてます。いいみぶんですよ。あのいえだっておんなのなでたててもらったらしいしいつしなれたってざいさんでさ。なるほどこりゃじけんものだ。 なんとか手を打たんとならんあれ旦那もじや警察の方ではないでしょうねもちろん否定はしたがお目が高いなどと褒められてすっかりいい気になって釣り線も取らずに表へ出たまずは女の段つくたる黒岩を殺し財産なり保険なりを取る魂胆と推定した 今少し慎重にとまっているとはやその翌々日にすっかりほろ酔い姿で泊まりに来ただが顔だけは二人とも赤いながらも険しかったヒやシンスに通しスイッチを入れる弥一郎の指先がもう緊張におののいていた一貫終わるとすぐスピードを上げて内容を探ってみた さあ、明日にでも早いとこやっちまいましょう。あんたのせいでこうなったんだから、責任持ってあんたが殺すのよ。ああ、いやだ。落ち落ち寝てもいられない。変なこと。断じて肩がつくまでさせないわよ。わかったわかった。いい薬が入ったからそう気にしないで。任せてくれ。うんと強いのでないとダメよ。 何しろ頑強な奴なんだから、あたしの若い血すすってぶらぎってやがるの。く、悔しい。あんたさえなかったら。よし、もう言うな。明日にでもやる。皮膚のただれるような強烈なので、ガツンとやるんだ。弥一郎はよろよろと立ち上がった。顔がすっかり青ざめている。 殺人暴起を未然に防止するのは警察への最大の協力であろうあるいは警視総監省も者で新聞にさえうたわれるかもしれぬ <S, S 町忍責任者安世田弥一郎氏団は「いや当然のことですしかしまだ若い人たちのことですから穏便な処置をとってやっていただくよう」 書の方にもお願いししてきました「そもそも太陽族あぶれは希望もなくつい目先の誘惑に劣りやすい。これを全導するためには我々風俗営業に携わる者はよくよく自粛自戒して協力せねばならないと思う」。などと まるで文部大臣の車中団みたいな文句まで熱に浮かされたみたいにちらつき始めた。いいか。断じて俺の留守にヒアシンスの奴らを逃がしちゃダメだぞ。それにあまり騒ぐと服毒自殺の恐れもある。うまく扱って表に出しちゃいかんぞ。こう女中に怒鳴るが早いか。 もう地元所に向かっててに駆け始めていた。密告してからわずかに14分宿直の主任刑事に連れられたポリス5名が拳銃ももどものしくヒヤシンスを襲い何事かと通行人が黒山のようにたかった忍の玄関先から2人に手錠をはめて本所に連行をしていった。 少し話がおかしいこと S 長は賄書の管轄になっているその改築したばかりのいかめしい館長の司法主任室で2人が代わる代わるに取り調べを受けていた係は敏腕の誉れ高きからして威圧のある陣屋谷,谷勝虎警部補だったもうだいぶ髪が薄くなって 体重は30巻近くもあろうか。肥満してベルトが合わず剣道の面をつける時に使う真田ひごみたいなものでズボンを止めているカバが椅子に座ったような感じがする太い拳に隠れるように湯飲みを握り茶をすすりながら長書を取っていた声は柄声でじろりと見つめる瞳に何とも言えない凄みがある 今は男の方に取りかかっていたするってえとお前は奥の郁恵の幼なじみだというんだなでちょいちょいつき合っちゃ忍ぶ別館などで宿泊し上皇を重ねとったんだなどうやら鈴見の本性は奥の郁恵というらしいいえ別になんのやましいところもございませんただ泊まっただけで。 ゆっくり話したいこともありましたので。とまりましても、決してあんなことは。あんなことはどうでもいいんだ。それより何より、一体貴様らは何をゆっくり話したかったつつまず述べてさっぱりしたらどうだ、おい。え、いくちゃんは何と言ってましたかバカをはかせ。 君がありのままを言えばいいんだ。いちいち打ち合わさんともよい。宿で二人でばらす話をしとったことは、ちゃんと調べがついとるんだぞ。男がさっと血の毛を失い、ガタガタと震え始めた。いたって小心者らしい。女のことばかり気にしている。 いくちゃんが言ってもいいと申すまでは断じて私は何も存じませんこの野郎俺を舐めるのか覚悟しとれただではおかんぞ一応はすさまじく脅しておいて留置場から差し替えに郁恵を呼び出させたこれまた眼鏡で 言うくららいなら死んだ方がマシです」と口を割らないそれを二人とも一晩止めてやや頭を冷やさせておき改めて陣屋谷,谷主任は取り調べを開始した今度はいとも優しく猫なで声で訪ねてゆく「よしよし」絶対誰にも言わないから安心して打ち明けておらん何 世話になっている黒岩さんに極秘にしてほしいのか。よし、わかった。心配するな。そんな野暮じゃない。あんたの旦那さんはまだ帰ってきていない。何も知らない。相談に乗ってあげよう。すみません。ご迷惑おかけしました。とても恥ずかしくて、 どうしてよいかわかりませんの。何とか2人で黒岩に分からぬうちに殺さねばならないものであなた様は何かいい毒薬お知りになりませんか陣屋谷警部補は不審の色を漂わせてぐっと身を進めたそして郁恵の可の泣くような告白のささやきに耳を傾け やがてハッ驚きの表情に激変していったかえって油を絞られること電話で出頭するよう署から連絡された畔田弥一郎が勇んで司法主任室に入っていくと陣屋谷がニガムシをかみつぶしたような顔でにらみつけたバカ野郎 とんでもない迷惑をかけやがった。いったいお前の店はでたらめの宿泊くで泊まらせたり、第一あの妖魔の構造からしても盗み聞きできたことすらおかしいじゃないか。まさかやはりテープレコーダーかなんかで客のいいところ音してわいせつ工業なんぞやっとるまいな。どうだ ありてに述べろ。とズバリ痛いところをついてどやしつけられ営業停止寸前の始末書まで取られてしまったどうにか助かったのは防犯協力のためにわざわざ装置したと必死に述べたからだテープと機械が没収されたのはもちろんのことであるそのころ賄賂をやっとのことで釈放された2人が今度は S, S 駅西口のとある連れ込み旅館の風呂でザーザーとタイルに湯を流しながら入っていた互いに変な格好をして怪しいところにハマグリの貝殻に詰めた黒い油薬を懸命になすり込んでいるではないかあんたが悪いのよこんなものを映してもう少しで黒岩にバレて大騒ぎになるところよあの刑事さん 本当に親切だわ。だらしのないひもから一名エロジラミというケジラミを写されたのだった殺すにはどうしても刃物で毛をそるか薬のほかはないどんな薬を使えばよいのか二人とも知らぬうちに繁殖し育って油ぎった甲羅を経た成虫がワイワイと血をすすり始めた そして何としても黒岩の出張中に極秘裏に相当せねばならなくなった次第である読者書氏におかれましてもかかる場合はお迷いにならず警察の方々もおすすめになる水銀乱行を是非ご愛用くださいませ。